ラ・ソンブラのリングネームで知られるマニー・アンドラーではメキシコのプロレスラー。ドゥランゴ州ゴメス・パラシオ出身。エニ・アンドラデール・イドロのリングネームで所属。祖父はエルモロ、父にブリランテ。2003年10月3日、地元であるドゥランゴ州ゴメス・パラシオでブリランテジュニアのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。デビュー後。 ドゥランゴ州ゴメスパラシオを拠点とする AOL を主戦場にして活動。2005年9月8日、エルエスペシャルと組んで、エルフエゴオソネグロと対戦して勝利。12月29日、エルイホ、デルソベラノと組んで、スペルレオパールドスペルスターと対戦して勝利。2006年2月4日、ドクトルワグナージュニアが主催するプロマシーネズ・ワーグナーに参戦。 エルイホ、デルソベラの&、エルソベラのジュニアと組んで、エルグリンゴロコミステリオッソ2号&、岡田は僕と対戦して勝利。8月17日、AOL にて、ヤワミドル級王座を保持するトニーロドリゲスに、挑戦するが敗戦。同年には、レアステカ、12月には、ゲレーロアステカとしても活動。2007年、CMLL と契約を交わし入団。 ラソンブラを名乗る。8月13日、エル・サグラドボラドール・ジュニアと組んで、ダミアン 666& ハロウィンミステル・アギラを破り、メキシコナショナルトリオ王座に退官。11月27日、大原はじめを破り、NWA 世界ウェルター級王座を奪取。2008年9月2日、ワンデータッグトーナメントである、トルネオ・でパレージャスにて、 ブルーパンテルマルココルレオネと組んで出場。優勝を飾る。10月12日、トーナメントであるエルトルネオコロナにメタリックと出場。同月26日、決勝にて、ロスゲレーロスデルアトランティーダと対戦するが引き分けとなる。11月2日、ロスゲレーロスデルアトランティーダと再戦を行い勝利。優勝を飾る。 2009年1月16日、ボラドールジュニアと組んで、アベルノメフィストを破り、CMLL 世界タッグ王座を奪取。2010年5月21日、ラ・マスカラマスカラドラダと組んで、ラ・フィエブレア・アマリージャを破り、CMLL 世界トリオ王座に退官。6月、新日本プロレスに、初参戦を果たす。 ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに初出場し、A ブロックにエントリー。3勝4敗、勝ち点6という結果に終わる。7月、無差別級トーナメントである、カンペオン・ユニベルサルに出場。8月13日、決勝にて、重心サンダー・ライガーと対戦。終盤に、ライガーからマスクを剥がされると、手で顔を隠し無防備となったところへ。 スモールパッケージホールドを決められ敗戦。9月27日、CMLL 世界ミドル級王座を保持する、重心サンダーライガーに挑戦。最後に初公開となる、旋回式、ライガーボムを決められ敗戦。10月、新日本プロレスのスーパー、j t タグリーグに出場。マスカラドラだと組んで、A ブロックにエントリー。2勝2敗、勝ち点4という結果に終わる。 2011年1月4日、新日本プロレスのレッスルキングダム V に出場。マスカラドラだと組んで、エクトール・ガルサ重心サンダー・ライガーと対戦。終盤に、ライガーと攻防となり、ケブラドーラからバリオスプラッシュとつなげ、最後にトルニー・イジョを決めて勝利。同月22日、日本で行われた新日本プロレス CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2011に参戦。CMLL 世界ミドル級王座を保持する重心サンダーライガーに挑戦。最後にコーナー最上段からダイビングボディプレスの連発から最後は垂直落下式ブレーンバスターを決められ敗戦。3月13日 NWA 世界ウェルター級王座を保持するメフィストに挑戦。 最後に、ドラゴンラナを決めて勝利。ベルトダッシュ。4月24日、エレレにて、エレレ、アステカ王座を保持する、アトランティス、ボラドールジュニアと、スリーウェマッチによる王座戦を行い勝利。ベルトダッシュ。8月、新日本プロレスの G1 クライマックスに初出場。B ブロックにエントリー。2勝6敗、勝ち点4という結果に終わる。 9月、カンペオン・ユニベルサルに出場。同月16日、決勝にて、アベルノと対戦。勝利して、優勝を飾った。2012年1月22日、日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカ・マニア2012に参戦。ボラドール・ジュニアと NWA 世界ヒストリック・ミドル級王座戦を行い、 最後にセカンドロープから、ムーンサルトムーンサルトを決めて勝利。王座を防衛。4月、ニュージャパンカップに初出場。同月5日、準決勝で、後藤博士王旗と対戦。最後に昇点、改めを決められ敗戦。11月、ニセイレスラーによるトーナメントであるら、コパジュニアに出場。12月14日、決勝にて、タマトンガと対戦。 最後に、戦闘を決めて勝利。優勝を飾った。2013年1月、日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2013に参戦。同月19日、中村信介が保持する IWGP、インターコンチネンタル王座に挑戦。最後に、ボマイエを決められ敗戦。 同月20日、NWA 世界ヒストリックミドル級王座を保持する、ドラゴン・ロホ・ジュニアに挑戦。パワーボムを中心に試合を組み立てるドラゴン・ロホ・ジュニアに、大使フォール技を観光。最後にスクールボーイで何度もフォールを奪い最後に、バックドロップを決めて勝利。ベルトダッシュ。2月、レースデル・アイレに出場。同月15日、決勝にて、 ボラドールジュニアと対戦。レフェリーのカウントの遅さにより行を似合す両者であったが、終盤に奮闘したボラドールジュニアにより、マスクを剥がされるが、ボラドールジュニアがレフェリーを言い寄っている隙をついて、丸め込み勝利。優勝を飾った。5月31日、CMLL に参戦していた中村信介と、再び IWGP、インターコンチネンタル王座戦を行う。 一進一退の攻防が続く中で最後にスクールボーイスープレックスを決めて勝利。ベルトダッシュ。第5代王者に輝いた。7月、新日本プロレスの絆ロード2013に参戦。同月20日、中村信介と IWGP インターコンチネンタル王座戦を行う。終盤に、 ブリランテドライバーを決めるカウント3を奪えず、スワンダイブボディアタックで追撃を試みるが、ジャンピング2位で迎撃されると、ジャンピングボマイエ、ボマイエと、連続で決められ敗戦。ベルトを奪還された。9月13日、CMLL 創立記念工業80、アニバルサリオにて、ボラドールジュニアとマスカラコントラマスカラを行う。お互いに視力を尽くし、 最後にムーンサルトプレスでの決着を予告するも、コーナー最上段へ登ったところを頭部にハイキックを受けるが持ちこたえて、ボラドールジュニアを捕まえると、なだれ式、ファルコンアローを決めて勝利。試合後、マスクを取ることにためらっていた、ボラドールジュニアであったが決意すると、マイクで自身との試合を検討できたと述べると、マスクを取り、 法要を交わした。2014年1月、日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2014に参戦。同月19日、ウルティモ・ゲレーローと対戦。終盤に、コーナー最上段から場外へ、ムーン・サルト・アタック、リングへ戻すと、 ムーンサルトプレスを決めて、ムーンサルトムーンサルトを観光するも両膝の健山で、ブロックされるも素早く、体勢を直して、シャドードライバーを決めて勝利。4月25日、ルーシュ、ラ・マスカラトロス・インデセアブレスなるユニットを結成。6月14日、NWA 世界、ヒストリック・ウェルター級王座を保持する、ボラドール・ジュニアと自身が保持する、NWA 世界。 ヒストリックミドル級王座をかけたダブルタイトルマッチを行う。終盤にボラドールスパイラルをラいフォールされるがら、マスカラがレフェリーをリングから場外へ引きずり込むと、ルーシュがボラドールジュニアへルーシュドライバーを決め、フォールを奪うとレフェリーは気づかずに3カウントを数え、試合は終了。2冠王となった。7月26日、ユニット名をロス・インゴベルナブレスへと改名。 11月、新日本プロレスのワールドタグリーグに、内藤哲也と組んで出場。A ブロックにエントリー。4勝3敗、勝ち点8という結果に終わった。2015年1月、日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2015に参戦。同月19日、マスカラドラダと対戦。 終盤にドラダのファイヤーバードスプラッシュを避けると、シャドウドライバーを決めて勝利。9月18日、CMLL 創立記念工業82アニバルサリオのメインイベントに登場。アトランティスとマスカラコントラマスカラルールの3本勝負で対戦。1本目は、自身のセコンドについていたルーシュが、レフェリーの足を引っ張り、カウントを妨害したため、反則負けを喫する。 続く2本目では、シャドウドライバーで、アトランティスから、ピンフォール勝ちを収め勝敗を5分に戻し、試合は3本目に突入となるが、最後は、アトランティーダで、ギブアップを奪われ敗戦した。試合後、ソンブラの父親であるブリランテの手によって、マスクを剥がされ、素顔を晒すと、アトランティスと握手を交わし、互いの健闘を称え合った。 10月31日、NWA 世界ヒストリックウェルター級王座を保持する、ボラドールジュニアに挑戦。試合に乱入しようとしたルーシュとラマスカラを制止して、クリーンファイトを行うが敗戦。試合後、再び、ボラドールジュニアを襲撃しようとするルーシュを、再度止めて険悪な空気に陥る。11月13日、険悪な中となっていたルーシュと一騎打ちを行う。 お互いジュロのコスチュームを身にまとって対戦。迷いのあるような攻防を繰り広げ、試合の進行も落ち着かない展開であったが最後に、ルーシュドライバーを決められ敗戦。試合後、マイクでお互いを称え合い、ロス・インゴベルマブレスのタオルを広げ持ちユニットは、健在であることをアピールした。NXT2015 年11月19日、アメリカのメジャー団体である WWE と、 契約を交わし入団したことを発表。育成施設である WWE パフォーマンスセンターにて CMLL で同僚であったサラストックより英語を学びながらマイクアピールなどパフォーマンスの特訓に励む。2016年1月8日、参加団体である NXT の NXT ライブにてマニーラーでのリングネームでデビュー。 素顔の姿で、リリック・モスと対戦。最後に、モスの顔面へ、ランニング2位を決めて、勝利を飾った。5月19日、リングネームを、アンドラーで、シ援ン・アルマスへと変更。6月8日、NXT ・テイクオーバー・ザ・エンドにて、タイ・デリンジャーを相手に NXT デビュー。序盤よりロープを使って寝転び余裕を見せるが、バックブリーカーを食らう失態を見せる。 しかし、ムーンサルトムーンサルトを決めて、観客を味方につけると試合を優勢に進め、最後にランニングダブルニーを決めて勝利した。2017年11月18日、テイクオーバー、ウォーゲームズにてマネージャーであるゼリーナベガをセコンドに、従え、NXT 王座を保持する、ドリュー・マッキンタイヤに挑戦。序盤より、マッキンタイヤのフューチャーショック、自身のランニングダブルニー。 ハンマーロック DDT と得意技を決めて激しい攻防を展開。終盤にマッキンタイヤからクレイモアを暗い窮地に陥るが、ランニングビッグブートを避けてロープに誤爆させる。そしてコーナートップに登ろうとしたマッキンタイヤの首を捉えるとエレベーテッド DDT を決めて勝利。ベルトをダッシュした。 2018年1月28日、WWE ロイヤルランブル2018に出場。ロイヤルランブルマッチにて7番手で登場。コフィキングストンにハンマーロック DDT を決めて落ち、脱出させる見せ場があったものの、24番手として、入場したばかりのランディ・オートンに、RKO をくらい脱落した。WWE2018 年4月17日。 WWE スマックダウンライブにて、スーパースターシェイクアップが行われ、ゼリーナと共に昇格を果たす。5月15日、スマックダウンライブにて、ゼリーナをセコンドに率いて、WWE デビュー戦を行う。ジェイク・コンスタンティノと対戦。試合開始直後より圧倒。ランニングダブル2から、ハンマーロック DDTA とつなげて、勝利を飾った。 2019年1月15日、スマックダウンライブで、リングネームを、アンドラーデにマイナーチェンジ。2021年3月22日、WWE から、契約解除が発表される。6月4日、放送、への、エダイナマイトに、ビッキー・ゲレロの紹介という形で、リングに登場した。だれ式、ハンマーロック DDT、NXT オーザ。 ありがとうございます。